さあ両チームの選手が入場です。奈良岡さん、はい、まあ、シーズンまだ7試合ですけども、両チームともに3連敗を喫した後連勝も経験しています。必要になってくるので、まあ、前線の選手含めて中盤の選手、サイドの選手が攻略できるか、永井選手含めた3人がいかに前線で絡んで相手の背後やゴール前に入っていけるか、好調同士の2チームのゲーム今始まりました。2024J1 第8節岩田対名古屋です。買うっていうところは本当に名古屋の強みですから、それが早速出ましたよね。もう永井が背後を抜けるシーンが2つありました。そして右には森島、キャプテンマークを巻いています。受けに来た米本は逆サイド、綺麗なサイドチェンジ、ドリブラー増井、西高は見る、クロスが入ってきた、中央へゴリー、クロスボール流れ込んでいきました。期待の増井、好投を上げた J1 初ゴール。前半8分アウェーの名古屋が先取点です。最初ね、増井選手への供給したパス、あの米本選手だったんですよね、これあのロングパスでサイドにあのボールをパス出すことによって少し岩田のディフェンスライン開いて、インナーラップした山中選手が開けたスペースから、まあ、おそらくこれクロスだったと思うんですけれども、非常にいいコースでしたよね。触っても入れられる、触らなくてもそのままゴールに入っていくっていう形で、まあ、松井選手 の、ね、このチャンスメイクっていうところがゴールにつながりましたよね。結果的に中の選手は誰も触れませんでした。まあ、そこでこう周りの選手もやはり動き出しますよね。今ゴールを確認しています。上田主審、ゴールですね、ゴール認められました。ゆっくり運んで左の山中、逆から泉がさらっている、早めにクロス、ファーサイドから長いのシュート、止めました。川島まず一つ目のセーブ。藤原この縦パス狙っていましたが繋がらない、増井スルー、永井が落としてスピードが出てくる、名古屋の攻撃、ホイスルです。ちょっと危ないですね。リカルド・グラッサかなり激しく足を打たれました。あー、レッドカードが出ました。増井選手としては少しボールタッチが長くなってしまって、かなり危険なタックルになってしまいました。まあ、スピードもあるので少し追いつける状態ではあったんですけれども、さすがにこの、ね、足の裏でこうアタックしたところで、まあ、接触してしまってますから、はい、まあ、これはこれ前半終了の笛です。8節岩田名古屋0対1、アウェーの名古屋先制に成功して前半を終えました。この時間風はメインスタンドから見て右から左に緩やかに吹いています。ヤマハスタジアムです。後半が始まりました。切り返す、預けて上原、横パス、藤原のミドル、ブロックです。川津、今のは枠は捉えてました ね、 前見たジャミン、ね、左には古川がいる、その古川を使う、サイドバックの上村はオーバーラップ、中に行った、自分で打つ、止めました武田です。ボックス内は2トップ、古川縦、はい、ペイショット落とす、古川のシュート、わずかに上、それずつずれてくるところをうまく使えるか、近くに藤川シュートに行く、こぼれ球、ブロックに入っているのは米本です。ジャミーのシュート、ポスト、こぼれ球、上村のクロス、左足ではなかったですけれども、このタイミングで打たれるとやはりなかなか、なので真ん中には確実に人数をかけてくるので、その中で単純にクロス、おっとチャンスですね。藤川折り返す、ファーサイド、ブルーノ・ジョゼ、シュートブロック、素晴らしいブロックが入りました。名古屋グランパス、内田、かなり長めのアディショナルタイム、まだ分かりませんからね。オーバーラップ高畑からクロス、中央、ブレードジョゼ、わずかに上でした。ここでタイムアップ、鉄壁を誇ったグランパスの赤い壁、